天竜宮、ティルノギア2013年4月開始。レクシーが運営する PBW の第4弾。空飛ぶ島スカイドラグーンの住人ドラグナーとなり、世界の脅威、カオスと戦う冒険物である。舞台は、人代七大学園 X の約500年後。魔法やモンスターといったファンタジーの要素と、小船、ひな銃、活版印刷といった、 大航海時代の要素が混在する世界である。舞台は、精霊歴16世紀のコモンヘーム。技術レベルは、活版印刷、概要公開可能なホブネ、ひなわ銃が存在し、現実世界の大航海時代に似ている。しかし、魔法が使えたり、ゴブリンやオーガといったモンスターが存在する、ファンタジー世界である。物語は、ユーロ上空を飛ぶ不思議な島スカイドラグーンが、 発見されたことから始まる。プレイヤーキャラクターは、スカイドラグーンの主を名乗る、謎の少女メルに招待され、英雄ドラグナーとして、スカイドラグーンに住むことになる。ドラグナーの使命は、コモンクルスの精神を歪め、狂わせ、暴走させる謎の脅威カオスと戦い、これを排除すること。一方で、コモンヘイム各地には、伝説の地があり、未知の地域を探検したり謎を解き明かすといった、 冒険もできる。何より、スカイドラグーンとそこに眠ると言われる宝物ティルノギア、ティルノギアが最大の謎である。ありがとうございます。